すべての民のお母すべての民のお母とは、オランダ・アムステルダムに住むイーダ・ペアデマンという、名の女性に起こった聖母の出現で、聖母が名乗った呼び名である。伝えられるところでは、ペアデマンは、合計207回の聖母の出現を受けた。聖母が出現した、最初の56回は1945年3月25日で、終わったのは1959年5月31日である。 ペアデマンは26年間にわたって151回の生体配慮を受け、典型を与えられたという。これは通常、ミサの最中に起こった。なお、後に奇跡を起こした秋田の聖母マリア像は、このすべての民のお母を模したものであった。ペアデマンは1905年8月13日にオランダのアルクマール市で生まれた。5人の子供の末っ子で、高齢の工場で働く。 普通の女性であった。初めの56回のご出現は1945年の3月に起こったと表明されている。ペアデマンによると、彼女が聖母のご出現を受けたのは、ストーブのすぐそばで、彼女の姉妹や親しい友人と、フレーエー神父と集まり、将来戦争が起こるかもしれないと、皆で話している時であった。ペアデマンは、部屋の片隅から、光が出ているのに気づいた。 すると、そこから女性が現れ、自身をすべての民のお母と名乗り、そして自分が話すことをすべて繰り返すように指示した。フレイヤ神父はペイルマンの姉妹にすべての言葉を書き写すように指示した。はじめの25のメッセージは1945年から1959年について典型的な目視録で使われるフレーズを使い、共産主義、無神論、 現代の問題についての警告であった。1950年の聖母飛翔天の競技の直後、そのメッセージは変わった。聖母は今ある姿の自分のイメージ像を作ることを希望してきた。絵画は1951年にドイツの画家ハインリッヒ・ヒレプケがペアデマンの指示によって描いている。すべての民のお母は多くの近未来の出来事を予告し、その中には イスラエルの建国、科学兵器の開発、東西冷戦、カトリック教会の現代化と、第二バチュ観光会議の必要性、教皇ピオ12世の起点、人類の月面着陸、黒人と白人の和解、自然災害の増加、社会の大敗と気境の深刻化、共産主義の衰退、湾岸戦争、キリスト教徒間の和解と一致、ユーロの形成などがある。次の祈りが、聖母によって、 ペアデマンに与えられている。主イエス・キリストを父の御子よ、あなたの霊を今全地の上に使わせてくださいすべての、民が堕落、災害、戦争から守られるようすべての民の心に精霊を、住まわせてください聖母、マリア、すべての民の母が、私たちの取りなし手でありますように、アーメン1996年5月31日、オランダハーレム司教のヨゼフ・マリア・プント司教が、 すべての民のお母に関する主教通達において、すべての民のお母という称号を使用しての公的数形を認可した。その後、2002年5月31日、同じヨゼフ・マリア・プント主教による主教通達により、この私的刑事に対する教会認可が下された。2021年1月4日、オランダの主教によると、教理省は、 すべての民のお母の称号に関する主張されている、出現と掲示について、カトリック教徒は推進しないように勧告した。A.B. ミラバリー、マークラッセル、リチャード L ・ L. ザ・フィフス・マリアン・ドグマ、ザ・チャーチ、S. アンユーズド・ウェポン、カトリック・エクスチェンジ、セプテンバー24、2013、ミラバリー、マークラッセル、リチャード L ・ L. アワーレディオブオールネーションズ、ザフィフストクマン、カトリックエクスチェンジ、オクトーバー21、2013マーグリ、ヤンピーター、パラトックスオブマリアンアプリシャネルコンテシャンズ、ムーブドバイメアリー、ザパワーオブピルグイメージインザモダンワールド、アシュゲイトパブリッシング、リミテッド、2 0 0 ISBN 九兆七千八百七億五千四百六十六万七千八百九十六すべての民のお母のメッセージすべての民のお母普及の解約エンデルレ書店発行 b 六版252ピーハットザレディオブオールネーションズザレディオブオールネーションズセーズディスプレイヤーラウドフォーザファーストタイムすべての民のお母に本公式サイト 司教メッセージすべての民のお母日本公式サイトすべての民のお母ご出現の概要バチカン S ドクトリネルオフィスドントプロモートアレジドアプリションスコネクテッドツーレディオブオールネーションズクナヤン420216時10分 AMMT ありがとうございます